外のスライダーでいいのかなというように簡単に考えてしまうんですけどもね、はい、まあ、昨年以降1年やってきましてね、と変わった打ち方に変えてヒットっていうことですからね、ああここはたちと140試合を一緒にやっぱり共に戦っていかなくてはいけないというのは、これはもう当たり前のことですから、待っています岩隈です。ここは外のスライダーで空振り三振、木選手は多分それを狙ってきてると思うんですね。150キロそれをストライクゾーンで見せるのかボールゾーンで見せるのかですよね。外に構えました。もう一丁150キロ、はい、うなずきました。2エンド2打ちに寄ったがボールは外へ、ああ。